I had a relaxing weekend. I had a laid back weekend. Hey, what's going on? 元気ですか、加藤です。今回ですね、のんびりとした週末を過ごした、これは英語でなんていうか解説したいと思います。これはね、のんびりした週末っていうのはね、結構ね、漠然とした表現ですよね。で、これをね、のんびりという部分を英語にどういうふうにするかというのが非常に重要です。のんびりした週末っていうのはもうね、リラックスできたとか、もうね、ゆったり過ごしたというふうな意味で、relaxing とか、laid back という表現を使って、ね、週末を表してあげるというふうなことです。なので、ね、何々ね、過ごした、そういう時間を持ったということで、have を had に書いて、I had. で、これで経験したとかね、いうふうな意味があります。経験した人が、ね、時間を過ごすというふうな意味になります。で、これで、I had a relaxing weekend. I had a relaxing weekend. もしくは、I had a laid back weekend. I had a laid back weekend. というふうに、laid back ね。ね、こう人の性格なんかもね、ゆったりした雰囲気、リラックスした雰囲気の人のことを、laid back っていう風に言いますんで、でも私は結構どちらかというとこっちですね。laid back、のんびりしてる感じです。緊張感が足りないという風によく言われます。まあそういう風な感じですね。のんびりしたとかね、リラックスするみたいな感じで、このね、relaxing とか、laid back っていう表現を使ったりします。のんびりとした週末を過ごした英語で、I had relaxing weekend もしくは I had a laid back weekend というふうな感じで表現することができるということを解説しました。毎回このようにですね、ワンポイントで役に立つ英会話のフレーズを解説します。もしこの動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイ。